それでは、始めさせていただきます。私は真島と言います。DDBJ センターでチーフアノテーターという役職なんですが、ちょっとなんだか分かりにくいものではありますが、今から16年前くらいに DDBJ に、ね、仕事をするようになりまして、で、1年経ったらそのアノテーターチームのリーダーになってまして、でそこからずっと、その時はチーフって呼ばれてなかったんですけど、ある時からチーフっていうふうになるようになりました。アノテーターという仕事は後でおいおい説明しますが、先ほど中村さんの話にあった、で登録されてくるデータを査定して、どう言えばいいんでしょうね、書式を整える、あるいは間違いを正すといったようなことを仕事にしています。この辺はさっきの話と少しかぶってしまうんですけど、そのままいきます。国際塩基配列データベースというのがあります。何がいいですかね。DDBJ と、アメリカの NCBI とヨーロッパの EBI で協力して、データベースを、世界中からデータを集めて、塩基配列のデータベースを作っています。で、対象としているデータベースは時代とともに増えてきていまして、最初はさっき言ってたトラディショナルと呼ばれているシリーズだけだったんですけど、僕が実際この仕事を始めた時はこれだけだったんですけど、いつの間にか新しいシーケンシングの方法ができてしまって、シーケンスリードアーカイブとか、トレースアーカイブは従来の方法なんですけど、画像も取りましょうというようなことで、データベースとして取り込まれてきました。そして、バイオプロジェクト、データをどう束ねているかという情報を集めたり、バイオサンプル、どの生き物あるいはサンプルから、シーケンスを取ったかという軸でまとめるということも始めました。さらに、こちらの世界中で共有する形を取ってるんですけど、何回か話出たと思いますが、 JGA という日本版の DB ギャップと言ってますが、個人に依頼する、そのまま、表に出してしまうと個人の権利とかの問題から良くないというようなデータをの遺伝学データ、こちら実は塩基配列だけではなく、場合によってはマイクロアレイのデータも受け付けていますというデータ構成になっています。で、データの種別をざっとこの URL のリンクに行くと、実はものすごく細かく区分が書いてありますが、今日はちょっと時間もあまりないですし、ざらっと話すのみにしておきます。トラディショナルなタイプ、さっきあれをフラットファイルと呼ぶんですけど、後でもうちょっと細かく見ますが、塩基配列と登録した人と、そうですね、どの論文かとかいったことをただのテキストでざーっと載せているように見えるあれがフラットファイルなんですが、そのタイプのデータベースと、シーケンスリードアーカイブ、いわゆる次世代とか NGS のデータを、それ NGS のデータと実験条件や、そうですね、実験条件ですね、あとは実はバイオプロジェクト、バイオさん、どのような研究項目か、バイオプロジェクトにどのような生物、もしくは、場合によっては海の水とか土とかいうものも、場合によってはサンプルとして記述しうるので、そういったものもバイオサンプルとして記述します。最後に、人に依頼するデータを別枠で受けていると。で、トップページから登録といくと、登録のところを、サマリーできますが、中までは今回は見ないで進みます。で、ここからの登録を受け付けている部分の流れをざらっと歴史順にいきます。ちょっと何順にまとめるか迷ってしまったんですが、歴史順で進みます。一番想像しやすいのは、個別の、遺伝子塩基配列とそこに
それが何の生き物から来たのか、登録している人は誰なのか、そうですね、あとは、まあ、どこにタンパク質コード遺伝子がありますかとか、そういったことを記述していくパターンなんですが、それをウェブのフォームでやっていきましょうっていうタイプの、登録システムが昔からあって、まあ、ちょっとこちらにあんまり塩基配列の登録をしたことがある人がちょっと少なかったんですが、昔はさくらっていうのを公開していました。今はそれはもう次のシステムに引き継がれてて、まあ、ウェブ版の塩基配列登録システムというそのまんまの名前で提供してまして、さくらの頃から比べると一括で塩基配列をたくさん入れられるようになってまして、まあ、一応システム的に1024、これは適当に切ってますというのも、通信レベルがどうしてもその何ていうんですかね、それぞれのインターネット環境で異なるので、まあ、どっかで切っておかないといけないので、まあ、多分システム、この本来のシステム自体はもうちょっといけるんですけど、まあ、どこかで切っておかないといけないので切っています。そしてこれは一括で表入力することができるようになってまして、この昔のシステムは配列1個に対してポツポツポツとその入れていかなきゃいけなかったんですが、今は一括で入力できるように作っています。で、まあ、あとは管理面でさくらってすごくシンプルにやってたんですが、まあ、極端なことを言うとメールをアドレスを打ち間違え、登録するときに登録する人が自分のメールアドレスを打ち間違えてしまうと、連絡が来ないというような状況が生まれてしまってたんですが、まあ、今はメール認証でメールを打ってもらった後メールをその人に飛ぶようにしてそこからスタートさせるというシステムを取っているので、そういった入力間違いによる問題とかを防ぐことができますし、入力項目のエラーチェックもシステム的にその統合して、昔のさくらの場合でしたら独立したウェブフォームのチェックをしてたんですが、裏で走らせるツールを統一化して、メンテナンス面が楽になるようにしていますといったところで、実際の登録をしてしまうは実習するのも良かったですが、全然時間がないので今回はそれは行いませんけど、まあ、こういうふうに工夫していっています。しかし、今のようなウェブフォーム一応入力の効率化はしてるんですけど、例えばこれで微生物のゲノムの3000あるタンパク質コード領域を全部入れましょうっていうのはなかなか大変なことで、そうした大規模な登録、あるいは配列遺伝子を入力することはなくても EST などのような短い配列をたくさんとか、そういった状況になってきますと、まあ、さっき配列は1024で切ってると言いましたけど、まあ、満単位のものは当然起こるわけでして、そうしたものを登録するためのシステムとして、まあ、こちらはさっきのウェブベースのよりは昔からあります、さくらよりは新しいんですが、マスサブミッションシステムというシステムを提供しています。まあ、これは実際には何をしているかというと、アノテーション配列のファイル、まあ、さっき中村さんの話に出たファスト A フォーマットに近いタイプの配列をガサッとまとめて、そしてアノテーションも、ファイルでまとめて登録してくださいと、そのファイルをそのまま送ってくれれば登録しますよという方法で、まあ、これによってゲノムであれ EST であれ一括で受けられるようにしています。そしてまあ公開、どちらの方法でもこのフォーマットに落ち着きます。登録していただくと、まあデフィニッションというサマリーの情報、まあ、さっきブラストのチラッと実習というかサンプルを見たところにあったと思うんですが、その配列が何かっていうのは実はこのディフィニッションという項目が重要でして、ここは実は、私たちアノテーターがこの辺を元に作って、記述するようにしています。でアクセッションナンバー、これを登録してもらったら発行してまして、これをもって論文に使ったり、することで
世界中でシェアすることができるということになっています。まあ、あとは由来生物の情報のサマリー、どの生き物のどんな、系統上の由来があるのかというようなことがここに出てきたり、誰が登録したか、どの論文で使ったか、これは使ってない例なんですけど、というようなことがあります。ここに、生物学的情報、フィーチャーロケーション、クオリファイアやってますけど、ソースならば生物情報ですし、 CDS ならばタンパク質コードの場所の情報ですね。そしてクオリファイア、ロケーションは場所それぞれ、これは全部、これはここからスタートして、ここから行って、ここで終わらずに続きがあるけれども配列に含まれていないというようなことが記述されています。あとはクアリファイアと言ってますけど、まあこのタンパク質コード遺伝子の産物の名称はこれですよといったようなことを、ここの部分をクオリファイアと言っています。で、塩基配列ですね、というふうに表示しています。塩基配列はさっきの登録システムでいうところの塩基配列の他に、まあ、これだけの情報、まあ、一番上の2つはこちらで振るんですけど、を登録してもらわなければならないということになっています。で、まあ、ここまでで十、もう十分大量だったんですけれども、さっき の NGS の出現で、また別口のデータが大量に登録されるようになりましたが、もう先ほどのようなこういわゆるフラットファイルってあれを呼んでましたけど、その受け付け方では限界なので、まあ、リードアーカイブの方法で受けるように別枠を設けて、受け付けています。細かいことはここで登録の流れはまた別にやりますが、まあ、ここから登録の方法の紹介ですとかいろいろ出てますし、検索の話はさっき出てましたね。そして、まあ、さっきは出てなかったですけど、この辺から実は FTP の登録データ取得とかが可能になっています。まあ、これはさっきもちらっと出たと思うんですけど、エクスペリメント、まあ、どのようなシーケンサーでどうやってライブラリを作成してなどのことを記述する項目と、ランと言ってるのはそのいわゆるシーケンサーの出力なんですが、昔はそのシーケンサーの出力といっても、そうですね、原理まで踏み込むのはさっきちらっと出たのでいいと思うんですけど、昔はその動画のようなデータを受けるのかって何度も質問を受けたことがあったんですが、実際にはそうではないです。その動画のような出力から配列に起こされたところのデータを受けているんですが、実際に配列にプラス、配列の信頼度を示すスコア、配列とスコアの情報を受けてまして、昔はそれぞれのシーケンサーの出力を受けていることが主流だったんですが、最近はファスト Q というフォーマット、それは今の配列と信頼度を表すスコアのセットになったフォーマットなんですが、そのフォーマットで受けてますし、さらに最近になってくると、それでもちょっとデータが大きすぎるよっていう話になって、 BAM というフォーマットで受けることがだんだん増えてきてます。その辺の細かい話はちょっとここでは割愛します。ご興味があったら調べてみてください。で、どんな研究かというのをバイオプロジェクト、実はその D リードアーカイブが立ち上がったところはまだバイオプロジェクトがこういう形では使われてませんでした。ここに実はスタディっていう別項目があったんですけど、まあ、今はバイオプロジェクトになっています。で、サンプルも実はサンプルの項目があったんですけど、今はバイオサンプルに置き換えています。さて、まあ、ちょっとその歴史順に進むっていうので若干無理があって、こんな形になってますが、データの取りまとめ、こうやってデータがいろいろな形式に、まあ、少なくとも大きなデータベース2つの区切りが生まれてしまって、どうやって束ねるか、この図は昨今ゲノムどうやって決めるでしょうっていうのをざらっと
向こう側は若干昔の決め方なんですが、こっち側が割と最近どうやって皆さん決めてるかっていうやつなんですけど、まずいわゆる次世代シーケンサー NGS でガサッとゲノムを読んでしまいます。でその後、オーバーラップ、それぞれのこう短いタグをオーバーラップさせて組み立てていくと、こんな風に組み立てられるんじゃないかなというようなところまで持っていってあげます。そうするのがフォールゲノムショットガン型って言ってるんですけど、それを登録してもらいますと。でさらに実はそのリードペアとかいう手法で、この間は分からないけどこれとこれはつながってるねっていうような情報が次世代シーケンサーではしばしば得られるので、それを用いてこことここはつながってるね、間は分からないけれどもっていうようなことをまとめていくのがコンティグと言っています。でもちろん全部きっち理想的にきっちり埋めれば一つながりのゲノムっていうのもありえるんですけど、まあ、その辺NGS で特にバクテリアとかだとつながってしまうこともあります。ですがユーカリオートだとなかなか間が埋まらないことが多いですというようなことで、データがこうやって、まあ、いろんな段階に分かれて、存在しますし、それぞれの登録があると。そうしますと、あとはトランスクリプトームでも似たようなことが起こるんですけど、まあ、この辺の話はちょっとここ今回省略します。そうしますと、ですからバイオプロジェクトとかバイオサンプルによってデータを束ねてあげましょうっていう流れが出てきます。で現在その登録のバイオプロジェクト、バイオサンプル、 DRA の登録は D-WAY という受付窓口からアカウント取ってもらってですね、登録していただ一括で登録していただく流れになっています。これがやっと最近になって、去年今年の初めだったかな、ちょっと本当に最近になってからやっとスタートできたんですけど、それまでちょっとバラバラに受け付ける形を取ってて、なかなか現場も大変でしたし、登録していただく方も大変だったんですけど、その今はここまでは一括で流れます。ですがリードまではどの研究でどのサンプルでどのリードかまではいけてるんですけど、そこをアセンブルしたやつをまとめましょうっていったこのマスサブミッションシステムでやるべきことを同じ流れでやりたいんですが、今はそこまでいってなくて、今後の課題であると思ってます。でバイオプロジェクトってどんなものなのかっていうのは一応独立した説明ページがありますが、まあ、先ほどもちらっと中村さんが説明していましたが、複数のデータベース、DDBJ の、いわゆるアノテーションタイプのものなのか、DRA のそのリード出てきたものなのかっていう、まあ、トレースもつなぐことができますが、まあ、ちょっとトレースの話は省略します。で、こうやって当然単純に束ねるという役割もありますが、このプロジェクトとこのプロジェクトは同じ流れでやってますよ、まあ、例えばその複数の微生物のストレイン違いをやっていますよとか、そういったことを束ねることもできますし、まあ、これはゲノムでこれはトランスクリプトームだけど同じですよって、同じ人がやってますよとか、そういうことを束ねることもできます。で配列の由来に関する記述の多様化してきたこと、複雑化への対応、あるいは一元化すること、それがバイオサンプルなんですが、このバイオサンプルというのは昔ですとそのさっきのソースフィーチャーというところの、まあ、今70個ぐらい項目あると思うんですけど、それにそれぞれ適切にこれは何ですよって書いても、この生き物は、こういう学名ですよですとか、これはゲノムですよ、メッセンジャー RNA ですよとか、そういうことを書いてもらってたんですが、まあ、それだけじゃなくて、まあ、さっきちらっと言いましたけど、海の水すくいましたとか、土くれから微生物何がいるかは分かんないけど土くれとにかく PCR してみましたとか、いろんなパターンがあります。で実はそれぞれの
例えばこのミックススというのは微生物を中心としたゲノムの書き方のスタンダードの GSC っていうところが考えてる、スタンダードなフォーマットなんですけど、各コミュニティで標準化された書式、まあ、ものによってその当然さっきの、海の水だの土だのっていうのは環境サンプルって呼んでるんですけど、そういったものですとか、まあ、特定の生き物から取ったよというパターンもあれば、そうしたものから取ったよというパターンもあります。でそれぞれに書くことが同じじゃないので、じゃあそれぞれの書式をなんか各コミュニティで決めてもらって、その標準化書式とじゃあ何それ項目は何ですかっていうことをセットで登録してもらうってパターンにしたのがバイオサンプルです。さて、ここまでが、まあ、一つの ISDC の流れなんですが、まあ、それとは別に今度は個人のゲノムっていう問題が出てきます。まあ、これは NBDC 今日の最初の方で箕輪さんが話をされてたと思うんですけど、NBDC のところと共同で JGA というのをスタートさせています。まあ、これはアクセス制限が必要な、誰でも見ていいものではなくて、まあ、特定個人に由来する配列とか、まあ、場合によって発言解析データをその人を見せて大丈夫です、条件満たしてますっていう審査を経た上で、まあ、審査 NBDC でやってもらってデータの、登録を受け付けたり、提供したりというところを DDBJ 側でやるという形でやってます。基本的には匿名化されたデータを受け付けて登録してもらっています。さて、ここまでがその駆け足で登録、どんなものがあってどんな変遷を経てきてどう増えてきたかっていう話だったんですが、ここからはちょっとあんまり毛色の違った話をします。データ登録というのが、まあ、どう難しいのか、まあ、こうやって聞いてると多分ただ右から左に登録してくれる人が言ってくるデータを登録し流し込んでるだけじゃないのかというふうに思われてしまうかもしれないんですけど、DDBJ が運営しているデータベースっていうのは大半はそのプライマリーデータベースと呼ばれるものです。でプライマリーデータベースっていうのはですね、まあ、一応これちょっと古い教科書からなんとなく取ってきたんですけど、研究者から実験的に得られたデータを直接登録してもらうパターンで、これの大規模、比較的大規模にやっているのがその INSDC であり、PDB、WWPDB ですね。INSDC は塩基配列を対象としていますし、PDB は立体構造、生体物質の立体構造を対象にしていると。で、セカンダリー、よく代表にユニプロットって教科書に書いてることが多いんですけど、ユニプロットは実はプライマリーデータベースの性格も部分的に持っていて、直接の登録も受け付けているケースがあります。まあ、特にセカンダリーの代表としては、多分今日何回か話に出てきたレフシークとかが代表的だと思います。というのはレフシークは基本的に INSDC に登録されているところのアノテーションを、まあ、冗長同じ違う人が同じものを入れてきたりとかのかぶりを取り除いたり、場合によっては記述がこれはおかしいんじゃないかというのを手直ししたりとかしながら作っていったものなので、まあ、かなりセカンダリーデータベースというものが何かっていう時の捉え方としてはレフシークを考えるのが一番ピンとくるのではないかと思います。データベースの管理上の難しさ、何しろお相手をしなければいけないのがそのこれだけの対象がありまして、登録してくださる方はいろいろな背景の方々がいまして、まあ塩基配列結構間口が広いんですね。生体分子の立体構造は多分間口が塩基配列と比べれば狭いわけです。それに解析も専門家が行うので必然的に登録も比較的その専門の人がやる。ところが塩基配列って割と気軽にできるようになってしまっているので、いろんな人が登録してきます。それ初めてやったんだけどみたいな人も含めていろんな方がいます。まあ、それとかですね、あとは、まあ、そのことによって何を書いたらいいのかわからないとかいろんなことを注文が入ってきます。あるいはその登録すること自体、登録すると何がいいことがあるのか、
なかなかこれ難しくてですね、もちろん世界中の人に使ってもらえるよっていうことを喜んでくださる方もいれば、それが嫌だ、自分だけ囲い込んで使いたいっていう方もいらっしゃるわけなんですけど、今はどうしてるかというと、論文書くときにアクセッション取ってこないとダメですよっていうようなロールモデルを、まあ、この 2,30 年続けてきていて、まあ、それが一つのインセンティブになってますし、まあ、後で触れますけど、実はアメリカとかでは予算取るときに登録しなさいねと念を押すパターンがあります。あとは利用者の方がいらっしゃいますね。まあ、さっきのブラストでしたりとか、まあ、アルサでしたりとか使ってくださる方がいるわけなんですけど、まあ、データなんか変なデータが入ってるぞ、どういうことだみたいなことを言われる時もあるんですけど、それは果たして誰がの問題なのか、データベース管理してる人の問題も中にあるんですけど、登録した人が何て書いたかっていうのが問題でして、本当ならば、まあ、実はそのデータベースっていうのは検索のしやすさからちょっと分かりづらいところなんですけど、結局論文書いてもら投稿してもらってるのと感覚的には同じはずなんですね。ところがなかなかそういう理解をしていただけない。DDBJ がその登録者から、一般から登録を受け付けているデータベースですよってことがなかなか理解していただけない。つまり雑誌と同じなんですよね。投稿してくる、もちろんその投稿してきた時にリジェクトっていう選択肢が雑誌にはあるんですけど、こちらのデータベースはよほどのことがない限りリジェクトということはしません。なんとかその登録整えた形で登録してくださいというふうにやらせてもらっています。あるいはそのプライマリーデータベースとセカンダリーデータベースの区別がつかないかもしれない。さっきのレフシークの方が使いやすいじゃないか、それはそうなんです。目的ごとに整理しているのがセカンダリーデータベースの一つの特徴なんで、プライマリーデータベースは雑多に入っています。さっきちらっと出たと思いましたけど、人のはものすごくたくさん入っています。同じ遺伝子が何度も別な人が登録したりとかして、まあ、それぞれ当然多少配列が違ってたりもしますし、いろいろなことがありますが、まあ、絞り込んだ方が使いやすいの他にも記述が間違っているものも入っているとかいろいろあります。で、利用者との関係というのと登録者との関係、まあ、どっちの見方を持つわけでもないです。あるいは団体、さっきの標準化、ちらっとバイオサンプルのところでは触れたようなデータの記載方法を、まあ、これだけのことをデータに含めてくれよと頼まれます。まあ、ややその利用者が集まってきて少し権威を強く持ってきた団体っていうのはなかなかどういうふうに、もちろんなるべく我々も対応する努力はしています。まあ、一つの答えがバイオサンプルのどんな書式なのかっていう定義とそのデータという集め方の変化ですね。あるいは協力者、ここでは NCBA と EBI なんですが、いろんな知識と、まあ、DDBJ 単独でやってますと、なかなかその会ったりしてもらえないような人の話を聞けたりとかいろんなことがあります。でルールを共通化してるんで、まあ、そのことによる、まあ、団体との交渉も NCBA、EBI がいてくれるとすごくスムーズになったりとか、いろんなことメリットがあります。まあ、反面そのルールの変化とか、まあ、あるいは NCBA、EBI のシステム的制約があってで実現できないこと、例えばその今ですとね、このフィーチャーにこのクオリファイヤー何回書いていいのっていうようなルール化をしたかったんですけど、なんか NCBI がそれはうちのシステム的には大変だからって言われいう話があって、なかなかこれが実現に至らないとか、あるいはこのやり方でやりましょうというようなことを、まあ、こちらから強く言われるとこちらは反論できずに従うしかないとか、まあ、いろんな状況が、メリットもあればデメリットも。でうちの開発は NCBI、EBI は開発者を自前で抱えてるんですけど、DDBJ はそのためにアウトソースする形をとっているっていう関係性がちょっとなかなか複雑です。まあこれ全部そのいろんなことをアノテーターがやってるってわけでもないんですけど、いろんなことを考えなくちゃいけないのは確かでして、それが大変です。まああと解決策として、まあ長期的な解決策としては、まあ登録してくれる人とかが、何て言うんですかね、さっきの登録のインセンティブの話とかもそうですし、正しく記述してほしいんだけど、なかなかその
内容が理解できないとかいうようなところであったり、生物学やってる人がその情報系の処理が苦手だとかいうような場面があったりとかっていうところの向上ですとか、そういうのはもううち DDBJ センターごときがちょっと言っただけじゃなかなか進まない話ですし、研究データ解析の補助とかみたいなものの立場を良くする、まあ、あのデータの立場も良くしてもらうといいなっていうようなレベルの話はもう政策レベルの話になってしまいます。でも DDBJ 側で考えるのはいつもそうなんですけど、インターフェースの工夫とかナビゲーション、まあお金があればいいんですがなかなかないので、開発人員の増強っていうのは難しいんですが、それでもできたらいいし、登録受付人員を増強できたらいいなというようなことを考えています。今の受付の人が具体的にこんな人たちがやってますというところでして、ちょっと時間を増したんですけど、で一応チーフだからなんとなく総括をしているというところです。で今アノテーターちょっと募集してるっていうのがちょっとだけ言えるといいなと思ったんですけど、よいしょ、今ですねアノテーター募集してるんです。一応8月末で一旦締め切るという話になってるんですけど、まあ、知り合いに良い方がいらっしゃったらぜひというところで、とりあえずここで終わりにします。ありがとうございます。